にちは、橋本彩子です。女性が経済的自立をする方法っていうテーマで私が考えていることをお伝えをします。もともと私はですね、女性の経済的自立をサポートしますということを理念に掲げて会社を作ったんですね。それでいろんな女性の方々の経済的自立をサポートをしてきたんですけれども、経済的自立のできる人とできない人の違いは何かっていうと、一つしかないかなと思ってて、それは経済的自立をもう絶対にするというか、しないと生きていけないくらいに思ってる人はできてる。で、経済的自立できたらいいかなとか、お小遣いが増えたら嬉しいなぐらいの人だと、一時的にちょっと何かしらで副収入があっても、それを継続させるのが難しいなと思ってます。結局自分の力で収入の柱を得て生きていくっていうところに覚悟を持てるかどうかなんですね。私はですね、子供の頃から自分が生きていくためのお金は自分で責任を取らないと嫌だっていうか、そうじゃないと怖いと思ってましたね。日本は結婚したら男性が女性を養うみたいな、それがスタンダードになってる部分があるんですけれども、それって怖くないと思ったのが、男の人はある日突然いなくなるかもしれない、病気とか事故で亡くなるっていうことも一つかもしれないですし、もしかしたら若い愛人ができて離婚されちゃうとか、そういうことになるリスクを感じたんですよね。ってなった時に、自分が生きていくためのお金を男の人に頼ってたとしたら、保険とかの知識なかったので、ちょっとそれは危ないんじゃないのって思ったのが小学生ぐらいの時で、それよりももうちょっと前にですね、小学校から歩いて帰ってたんですよね。で、小学校から家まで2キロぐらいあったんですけれども、2キロの道のりを徒歩で登下校してたんですね。学校から帰ってた時に知らないおばさんが話しかけてきたんですよね。で、知らないおじさんに話しかけられたりとかしたら、逃げなさいよって言われてたので、それは分かってたんですけど、おばさんだからなんかどうしていいのか分かんなくって、結局そのおばさんが家までついてきたんですよね。髪の毛とかボサボサな感じのおばさんだったんですけど、で、そのおばさんが玄関ただいまって開けて入ってきた時に、後ろにおばさんがいて、親がお帰りって来た時に、そのおばさんがお金貸してください、お願いしますって言ってて、親はもう怒っても帰ってくださいってなったんですけど、それ見て怖くなったのが、自分が年を取ってお金がなかったらこのおばさんみたいになっちゃうのかなと思って、知らない子供についてって、知らない人の家に行ってお金貸してくださいって言って、それで怒鳴り返されるっていう経験をしないといけないのかなと思って、それがすごく怖かった。男の人と結婚して経済的に依存してて、もしその旦那さんが何かでいなくなって貧乏になっちゃったら、あのおばさんみたいになっちゃうっていう、それがすごい怖い怖いと思って、お金がないってめちゃくちゃ怖いことなんだと思って、でもその時ぐらいから経済的に自立してお金に困らないようにするには何をすればいいのかってことを考えてました。今思うと、いろんな保険の知識とかも知らなかったので、極端な部分もあるのかもしれないですけれども、でもただ日本でですね、結婚して男性に養ってもらって子育てをするってことを考えた時に、サラリーマンの平均の給料で奥さんは専業主婦で子供2人育てていくっていうのは結構厳しいじゃないかなと思うんですよね。いろんな支払いとかを考えた時に、ってなった時に、奥さんも自分でパートしたりとかして、収入の柱をダブルインカムにしていく必要があるんですけれども、でもその仕事をするのであれば、時給800円か900円のパートでもいいのかもしれないですけれども、せっかくだったら経験を積めば積むほどキャリアが積み重なっていく、熟練していくようなお仕事をされるのがいいんじゃないかなと思って、在宅でできるライターの仕事が一番手っ取り早いんですよね。在宅で会社員ぐらいの収入にしていくこともできるので、やり方次第では。その方法をいろんな生徒さんにお伝えをしています。ということで、女性の経済的自立とか副業とか、いろいろありますけど、ツイッターとか見てると、夫婦関係ですごく悩んで、でその悩みをつぶやいてる方ほど、副業とかはしたくありません、興味ありませんって書いてる傾向があって、それだとずっと悩み続けることになるんじゃないかなと思うんですよね。仕事内容によるんですけれども、合わない夫婦関係よりも仕事の方が100倍楽だと思うんですよね。仕事もその体力面は必要かもしれないんですけれども、例えばモラハラとか DV とか
は多分夫婦で起こる確率よりも仕事で起こる、そういうことが起こる確率の方がもう断然低いので、経済的自立をすることでのいろんな可能性っていうのは広がっていくんじゃないかなと思います。ということで、経済的自立の方法を具体的に知りたい方は、私のブログとか過去の動画にもノウハウがありますので、ぜひご覧になってみてください。この動画がいいなと思っていただきましたら、ぜひ高評価のグッドボタンを押してください。私に何か取り上げてほしいテーマのある方は、 YouTube のコメント欄からコメントしていただくか、詳細欄に記載の LINE アットからお友達登録していただいてメッセージいただければと思います。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。